今回はスウェットと黒スキニーパンツ、この2つを使って失敗しないおすすめコーデを3つ紹介していきます。まず1つ目は白いスウェットです。で、白はモノトーンカラーなので応用が効かせやすいんです。例えば柄物とか、あとは有彩色のインナーとも重ね着がしやすいんです。あとはアウターにグレー系のシャツチェスターコートを合わせて春らしく、なおかつ大人っぽいコーディネートに仕上げてます。コートって結構カッチリとした印象に見られやすいんですが、こういった時にスウェットを合わせて柔らかい表情に見せることでバランスの取れたコーディネートが仕上がります。シルエット作りのポイントとしては、ロングコートを合わせてアルファベットの Y をイメージしたシルエットにしています。こういった場合は、例えば今いるようなクロスニーパンツとかリュックを合わせてますが、こういった具合で上下でメリハリを効かせることでよりスマートな印象に見せることができます。はい、次に2つ目がこちらのベージュカラーのスウェットになります。アウターに CPO シャツジャケットを合わせてます。こういったくすんだ色、アースカラー系の色は組み合わせしやすいので、有彩色同士で合わせるならこちらを参考にしてみてください。今回のスウェットにはバンドカラーのシャツを合わせてます。ボタンダウンとか比べるとラフな印象に見せることができるので、ぜひチャレンジしてみてください。またシルエット作りのコツとしては、上下細身のアイラインシルエットにしています。こういった CPO ジャケットとか、カジュアルアウターを合わせたとしても大人っぽく見せることができるんです。それでは3つ目、ダッシュブルーカラーのスウェットを合わせてます。綺麗めなジャケットプラス黒スキニーでセットアップ風のコーデに仕上げてます。セットアップとか、そういった綺麗めなコーデに関しては、インナーとか靴をカジュアルなアイテムにすればバランスの取れたコーディネートを作ることができます。まだ肌寒い時はタートルネック系のインナーを合わせることで大人っぽく、なおかつある程度の寒さをしのぐこともできます。またフォトバッグとか、あとはあえてゆったりめのジャケットを合わせることで、学生さんでもチャレンジしやすい、またフレット感のあるコーディネートになります。もし、キシカジ風に仕上げるのであれば、こういったレザー調のトートバッグとか、あとは靴で合わせることによってより大人っぽいコーディに仕上がります。30代40代の方でもチャレンジしやすいスタイルになってます。スウェットとか、あと黒スキニーを使って春のコーディネートを楽しんでいきましょう。今回紹介したこちらのスウェット、黒スキニー、気になった方は概要欄の URL からご覧ください。ちなみになんですが、このスウェットとか黒スキニーの組み合わせは春だけじゃなくて今の冬でも使えるテクニックなので、ぜひチャレンジしてみてください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画になります。ぜひチェックしてみてください。